はい、まあ、今日ね、練習なしにして、まあ、緊急で、学年会議ね、3年生だけ集めました。まあ、一部というか、キャプテンにはね、昨日、話を、まあ、少ししたけど、まあ、今、和樹が、部活に来れていないという状況になってます。で、まあ、特に体調が悪いわけでもなく、怪我をしたわけでもなく、という状況の中で、部活を休んでます。で、そのことはお前らも分かってると思うし、何かしら感づいてる人もいると思う。で、まあ、単刀直入に言うと、まあ、いじめが起きてるんじゃないのかな、というところで、まあ今、みんなを集めてます。で、まあ、いろんなね、意見とか、なんか、あるかもしれないけど、まあ、ひとまず、そのいじめに、まあ、いじめじゃねえよって思う人もいるかもしれないけど、まあ、和樹に何かしらの形で、関わってる人、挙手してください。いない？いない？じゃあ、和樹が今、学校に来れてない理由は、不明ということ？何にもわかんないってこと？いるね。なんで？いや、まあ、いじめてたわけじゃなくて、いじってた。まあ、楽しくみんなで、まあ、遊んでて、まあ、いじってたっていう感じですね。はい。いじり。だから、いじめではない。なるほどね。まあいいや。一旦聞くよ。はい。お前次。まあ、僕自身も同じ意見で、まあ、いじってたんで、まあ、いじってたっていうか、本当みんなで楽しく遊んでたっていうような感じだと思います。なるほど。俺から一つ言わせてもらう。